皆さんこんにちは、健です。今日はコメントでもらってた私のダホンケース D の。 カスタムしした内容っていううのをちょっとご紹介しようかなと思いますなぜこのパーツに変えたかなども詳しく話せたらなと思いますダホン K3 は折りたたみ自転車ですので、まあ、折りたたみがねコンパクトにできなければあまり意味がないカスタムだと思ってるんですけども、まあ、そのカスタムしたパーツによって折りたたみできないとかそういうのは基本的にそういったパーツは不採用にしてまして選びに選び抜いたパーツが使われてます。 まずは車体の全部をお見せしましまままょうかまずハンドル変えてますもともとフラットバーがついてたんですけどこれはえ2つの呼び名があるのかなバタフライハンドルとも言われますしマルチポジションハンドル。 ともも言われているものですツーリング仕様のスポーツバイクに採用されているようなハンドルなんですけどこれれを使っていまますすろんなポジション握れます、まあ、フラットバーだと結構腕がそのまま同じポジションなので疲れたりとか、まあ、やっぱり14インチなので振動も大きくて腕が疲れたりするんですけどバタフライハンドルとあのこのちょっと肉厚なバーテープを使うことによってその手の痛みとか疲労の分散とかっていうのは ここのバタフライハンドルでで解決することができましたもし興味ある方はネットで「バタフライハンドル」とか「マルチポジションハンドル」で検索すると出てくるので興味ある人はつけてみてください。角度はこの角度が今私の中では標準のポジションになってるんですけど例えばこのポジションはどうかなとかこういうブロンプトンとかだとこういうあのポジションとかあるんですけどもう垂直にしちゃうって感じとかはどうだろうとか。 いろいろ試行錯誤したんですけど結局、まあ、私のお気に入りのポジションは、えー、と今この角度ですね前を握れば結構前傾姿勢になるので、はい、お尻が痛い時お尻が痛くなった時はもう前ハンドル握ったりとか今横握ったりとか、えー、できますしこの縦だと下か上しかないので今このポジションにしてますでこのままハンドル回り行くんですけどベルは、えー、とノグ ノグのあのベルを使ってます。このあのベルは音が非常にいいです。まあ、使うことはもうほぼほぼないんですけど、K3 のブラックの見た目に馴染んでて、もうベルかっていうのもあまり言われないと気づかないベルっぽくないおしゃれなベルをつけました。シフターとかは基本的に一緒なんですが、ブレーキはデオレですね。これね、実はあの去年のサイクルスポーツデイズでなんか投げ売りされてて500円で買いました。 激安ですすね V ブレーキ後ろも前も前をを使ってて制動力をアップさせてますただねちょっとねあのブレーキーが結構幅広だったので純正より調整結構ちょっとめ,、まあ、めんどくさかったですねはいこれは以前あのプラチナライト8でも紹介しましたけどまあキャットアイのライトをつけるための何ていうのかなアダプタですね、えー、これをつけることによってハン,ドルに、まあ、ハンドルにつけなくていいっていうメリットが、えー、生まれます けけをつける穴につけてますそのまま泥除けいって泥除けは14インチのブランドわからないですねノーブランドだと思いますねはいタイヤはこれ結構待ちましたね4か月5か月ぐらい待って入手したんですけど今あの世界で売れに売れているあのシュワルベのビッグアップルっていうものになりますもともとのタイヤが 14×1.35 のものがついててだいぶ細かったんですよ でも K3 はまあやっぱ消傾車なんで振動がその分多くてエアボリュームを大きくしたいなっていうことでえもう定番のカスタムっちゃカスタムなんですけどえビッグアップル 14×2.10 この消傾車にこの太さつけるかっていうぐらいのもうマックスの太さつけてます泥よけとこのフェンダーの間ギリギリですねもう,もうすちょっとでもずれちゃうと吸ってしまうぐらいのレベルですね今となって私今パナレーサーのアンバサダーなんですけど えとこのビッグアップルはアンバサダーになる前にもう発注してるものでして発注した後ににパナレーサーのアンバサダーに就任したんですけどラインナップとして今14インチが日本で発売のものはないないのでとりあえず選択肢としてはシュワルベとかケンダところがまあ有名なタイヤメーカーになってくるんですけどそこの2社しか選択肢がなかったです、ま、だ,だったらもうあのビッグアップルつけようっていうことで、うん、ビッグアップルつけてます チューブはパナレーサーを使ってます。ちょっと範囲外のものを使ってます。自己責任で14かける。1.7。5のサイズのチューブをこのピックアップに装着してます。で、次ペダルですね。ペダルも結構折りたたみ。自転車のカスタムの中で重要な部分だと思ってるんですけど。 まず折りたたみできるペダルっていうのは輪行しやすいので、折りたたみできるペダルを。探してたわけなんですけど、二三種類試してるんですね。まあ、ダホの純正のペダルはちょっと剛性が足りなくて。えー、踏んだ時にふにゃっと、したような、遅れる、遅れて発進するようなイメージなんですよ。で、だったら、次は金属製にしようっていうことで。まあ、こう、シャフトで、シャフトを外せるタイプのやつとか。ワンタッチで外せるタイプとかも試したんですけど。 あれも、えーまあ、どこのメーカーとは言いませんが、えー、結構ちょっと合成不足かなって、まあ、個人的にあの感じるとこがあってで最終的に引き継いだのがこの FG7 っていう三ヶ島ペダル有名なとこですよね。でこれにしたら早くはならないんですけど踏んだ時の反応性っていうのがだいぶ上がりました。これ個人的なな見解なんですけど そういうダホン K3 に乗ってて、えー、とそれはすぐ感じましたねなのでこの FD7 はおすすめですで予備でもう1個買ったぐらいこの FD7 は今折りたたみ自転車につけたいものとしてはこれかなとまたもしあの視聴者さんの中でこのペダルもいいよっていうのあったら是非教えてくださいサドルサドルはバナーキサドルにしてますでこれは EC90 って書いてあるんですけど、えー、とこれもよくわからないあのブランドのサドルをつけてますなのでまあネットとかで EC90 とか検索するとめちゃくちゃ安いサドル出てくると思うんですけどそれを使ってますで今のところ折れたりとかなんかあのすぐ壊れたりとかなくて見た目はスシャライズドの例のサドルパワーサドル にもうそっくりですよねまあねあのスピード基礎とかじゃなくてもうほんとゆるぽた観光用の自転車になってくるのでここの強度とか、まあ、強度ですね次合成ではなくて強度壊れるあの壊れやすいかどうかっていうのは全然無視してこれを使ってます。あととね結局折りたたみしてる時とかまあ 倒れたりすると傷ついちゃうのでここの折りたたみ自転車に今のところサド高いサドルはつけてません以前映ってる中であのブルックスのサドルとかつけてたと思うんですけどあれはやっぱりちょっと重くて重量的に EC90 だいぶ軽いんですよここがカーボンカーボンではないものの穴が開いてるんでだいぶ軽いんですねなので、あのー、K3 はやっぱ軽さと軽快さと持ち運びやすさ 輪行しやすさっていうのが売りの、えー、折りたたみ自転車、まあ、折りたたみ今自転車の中で一番輪行しやすい自転車だなって個人的には思ってるのでやっぱり重くしちゃいけないって思っててこれにしてますスタンドですねでスタンドが私が買った当初は、えー、とダフォン K3 専用のスタンドっていうのがもう全然いつ入荷するかわからないっていう状況でしたで、まあ、別に スタンドって正直何で、もつくんですよ考えればでこれ、あのーどだ、ターンのターンの何だったかなアジャスタブルスタンドを使ってます。で、この真ん中に、あのー、取り付けるタイプなのですごいあの見た目も邪魔しないし純むしろこっちが純正品かっていうふうに思います。で、真ん中の結構比較的真ん中目のところにあの足があるのでめちゃくちゃ安定します。 で角度は自分で調整できます。で折りたたみにも影響がないですし走行にも影響がないです。ビッグアップルとの相性もいいですね。これもえっ、ー、といわゆる、えー、まあ推奨している、えー、スタンドはついてないんですけど、えー、非常に K3 に合ってるパーツだからもうこれを K3 の純正品として売った方がいいんじゃないかって個人的に思います。あのダホンの純正よりターンのスタンドの方が個人的には 好きです。でもしあの私の K3 見て真似したいなって思った方いたら、まあ、好きなとこだけ真似していただければいいんですけど個人的におすすめするパーツはまず、まあ、ペダルペダルはもう絶対的におすすめです。で次が今言った最後に紹介したスタンドですね。これはもう僕のの意見なので、 まあよかっったら本当に使ててみてください。ハンドルとかグリップとかサドルとかはもう人によって違ったりとかタイヤの太さとかもねここはもう好みでカスタムしていけばいいんじゃないかなと思いますはい、ということでね K3 の紹介でしたまたねあの折りたび小手で行っていきたいと思いますし今後もしかしたら折りたたみ自転車もうちょっと増えるかもしれないっていうところでね本日の動画は以上となりますご視聴ありがとうございました